はい、というわけで、第6話やっぱこれが荒木くんですでしょ今のノリこそがこれやるべきだかなと思ってね。まあ第6話、第6話手裏剣ババンバっつってね。そうだ、あれババンバ、あれ台本いなかったんだよ。あ、そうだったんですか。そう、あれは声優さんの方があの必殺技の名前を勝手に考えたってババンバ。そう、あれちょっと後々バランバじゃなかったかとかいう、うん、いろいろいざこざなんか出てたね俺一巻から見直したからうん、ババンバでやってると思う。ババンバね、モリア、モリアどうですか。モリアはすごい、壁とかよじ登る、あれ説明セリフ私があったんだけどな、まあ変幻自在のなんとか師ですよ、爆乱者、爆乱者、爆乱者、そうそう爆乱者で、あのブルーと戦うんですよね。戦ったね、壁でファンタスティックに戦うわけですよね。もうちょっと心動いてたもんね、はい、ちょっと危うく ねちょっと褒めたたえた後にハッと、あ、私にはっていう、もうジローに良さもさせてあの切り替えいいねありがとうございますありがとうございます、うん、まだまだあの頃は必死だった頃です必死だったんだ、必死だったいやでもあれすごかったね、ブルーすごかったね、あれ本当に実際こうあのブルーの中に入られている、うん、竹内さんはものすごかったみたいですね、うん、いやーすごかったね、本当に、まあ、あの人はあの人すごいからね、すごい、本当にすごい。でもその彼利用様は引きこもり児童で、そうだね、俺何やった僕は独り言をよく言ってましたよね瞑想してらっしゃって、瞑想か、はい、まあということでまあそんな感じで第7話ですよ。はい、ありがとうございますあ第7話、第7話覚えてますか覚えてるよ、しばしば踊ろう、うん、はい、いや夏目ちゃんが可愛い、あ、夏目ちゃん初登場の回、夏目ちゃんが可愛かったね、リオ様寝るというものがありながらごめん夏目ちゃん初登場で、そうだね、豚の角には次だこら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 全然、まあ、それで私たちといたしましては、うん、まず突破締めにね、そうだね、はい、あれ一番最初、一番最初多分そのオープニングが始まる前とか、そうだね、菅とか演舞やりましたね。僕あれね、あの撮影前に朝早く来て練習したんですよ、そのこの方になるよっていうのを前もって教えてもらって、しかも8時入りだから7時ぐらいとか6時とかに来てたんですよね。6時半にね入った、入ったんです、はいはい、入ってやったんです、僕やったんですけど本番30分前に全部変わったっていう現場でどんどんね、でも様になってましたよ。いや焦りましたよ、焦りましたか、あれねマントついてるから動けないの。そうだ、しかもすぐずれるんですよね。そう、大変だったんだけどね、よく合わせてくれたね。いやでもあれ全部石垣さん全部荒木くんの方ばっかり言うから、うん、私と八塚さんで見てこんな感じですかそうだよね、もう付きっきりになってて、うん、もうあーみたいな、すごいね、それでよく合わせたね。でもそれが本当に目でも見よう見まねでやるっていうシーンでもあるから、うん、多少ずれてていいみたいな、逆に会いすぎててもおかしいんだけどセリフ的には、うん、私たちぴったりですねとか言ってるからまあいっかーで俺あのっていう顔好きだよあれね、ちょっとやっていや待ってよあれどんな顔でしたっけ、ね、こういうことできるんですよ女の子って怖い怖いでも、うん、なんかどんどんキャラクターが想像してた時入る前より、うん、あのどんどん監督さんによって、うん、メレのキャラクターの捉え方が違くて、基本メレ冷徹な面を持つのと、あとリオ様の前でデレのはずなのに、うん、なんかちょっとこうあの抜けてるキャラクターになったりとか、うん、普通に変顔してくださいここでとかっていう振りがあるから本当にみたいな、まあいっかと思って、いやすごいね、幅広いね、なんかどんどんこじ開けられて続きましてはリオ様第8話、近いから、あ惜しかったね、最後まで言えなかった第8話、豚の角煮っつって、確認、
この回ですよ。そうだよ。そうですよ。あのマガソリさんが続いて、うん、ラブラブだったね。ラブラブでしたね。あの子肉たらしい。本当。イライラしてたね。イライラしましたね。メルちゃん、メルちゃんイライラしまくり。ああ、思い出した。思い出した。こうジャラ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 。ダーンってこういうところがあるんですよ。やったね、足のせ。足のせ。まああのガラス破片バーンみたいな。スカッってしましたあれ。本当。本当。他には？他には、うん、あのその前の回でソリサがあの引き連れてリンシーズたちを引き連れて踊ってるんですよ。あれがものすごい面白くて横浜の方で撮ったんですけど、うんうん、まああのま、周りの人がこう結構見てて絶対楽しいだろうなと。楽しかったね。面白かった。勝手去ってくんですよ。ちょっと待って、それ7話まあ、ここ8話で、8話でマガとソリサが引き続きラブラブのシーンで、うん、見ました？見たよ。あのピョーンってソリサが抱っこしたら、うん、それをこうぐるんって回してカーみたいな。見た。あれがすごい。あれをやった人がすごい、ね、すごい、さすが、ね、いつかやってくれるんですか、メレオ。そうだね、僕ちょっと今筋トレしてるからね。そのためにそのためにだ。頑張るの、最終回で。最終回でできるようにさ、まあ、多分獣人隊と黒獅子様ですよね、やるとしたら。そうなるか。そうなるよね、きっとね。じゃあ黒獅子の中入るわ、俺。あ、ちょっと別に人間隊でいいんじゃないですかね。まあな。まあね。それであの、うん、あれですよ、リオ様の弱点をカノに憎きブラコが。そうだね、8話起こされたね、メレンに。メレン起こしちゃいましたね。俺としたことが、つって。そんな感じじゃなかった。寝息とか立ってなかった。だ、ね、悪夢にうなされてね。これ見つかったんだよね。見つけられちゃった。そう、あのちょっとずっと裏で動いてたブラコが、うん、まあ、この間ずっとマドクは見つからずにね。そうだね、うん、やっと本当最後の最後で残り一人になりましたっていうところで。そうです、いいところで終わって。そうだ、それでマド君の持ち主が見つかり、マガとソリサがペンにやられちゃって、うん、そうなんね、うん、恋愛はバズーカね、激バズーカによって、うん、そしてダマを確認ね。あれも夏目ちゃんが可愛かった。可愛かった。ぐるぐる回ってるとバターになっちゃうっていう。知ってます？あの絵本の話なんですよ。あ、そうなの？そうです、そうです。知らなかった、それ。あのトラがずっと自分の尻尾が何か追っかけてぐるぐる回ってるうちにバターになっちゃったっていうお話があって、うん、それの引用なんですよらしいですよ、多分。本当に確かに。でも本当トラのトラと多分ジャンを掛け合わせてるんでしょうね。うん、うん、今回はここまで。次回の臨終トークを楽しみに待っているがいい。やー、決まったね。決まったね。いやー、決まったね。ったこれ次も見てくれるよ。次も見てくれる、ね、というわけでね。じゃあまたね。